この赤色と光る迷彩、これはもしかして、もしかしなくてもアルペジオの高尾じゃないですか。にゃん。いやこの浮かんでるやつ。公式の迷彩こんなのだったか？聞く。おい、ウプ主、これ本当に最近で戦おうか？あ、オープニング入ります。おい逃げるんじゃ。というわけで今回は、タカオ、元ヤタボに乗っていきます。え、れっきとしたタカオじゃないのん。艦艇の名前見てみなさい。あ、アタボですね。こんなことだろうと思ったぜ。うちの動画の予算だと迷彩のために6000円は高くてですね。それならもう所持してるアタボにスキン適用させればいいかなって。などと言ってます、どうしまりさ。なるほど、シベリア送りだ。やめて。と、そろそろ実況しましょう。右から敵爆撃機接近中よ。対空射撃してるけど全然落ちないにょん。超重力砲で撃ち落とせー。搭載してないからな。被害は4000ほどね。意外とダメージ食らったな。まあ序盤は上部構造物の区画 HP が全く減ってない状況ですからね。一応戦闘機で3機落とせたにょんけど、できればもっと対空欲しいにょん。アクグレで爆発数2つ増やすやつに変更はできるんですけど、その分今つけている飛行の精度が上がるものを諦めないといけないんですよ。というわけだヨウム、諦めろ。いや、ヨウムの判例あげるからアクグレ変更してにょん。いやいらんわ。いやそもそも判例もらったところで使い道ないだろ。お雑煮とかに使えるにょん。判例って原材料持ち米だったの。驚愕の事実ね。あんまり変な設定作らないでもらえます？わかったにょん。で、敵トレントから攻撃来るわよ。トレントなんてどうせ大したことな。うまい具合に SAP が刺さったわね。トレントのくせに生意気なんだぜ。まあ楽にトレントから SAP 取り上げたら何が残るのかって話ですが。と火災2箇所発生させたわね。最初に撃った時消化してたからこれは消せないわよ。私たちに喧嘩を売ってきたことを地獄の豪華に焼かれて反省するんだぜ。で、そういえば砲弾が青い栄光弾みたいになってないか？それにチームパネルだったり無線探知の色も違いますね。ああ、それはウプ主がスキン導入するに合わせいくつかモッドを入れたせいですね。ああ、なるほどな。他にも旗を消すモッドや全身更新を示すモッドとか色々導入してるけど、コメント欄でモッドについての質問は一切答えないのであしからず。冷たいにょんね。いやモッドはいろいろトラブルになりやすいから仕方ないわよ。と魚雷発射。やっぱりモッドがあるのとないのとじゃ違うのか？まあモッド入れれば格段に上手くなるというわけではないのですが、基本的にトッププレイヤーの多くは導入してますね。ほん。と、島影を出ると敵トレントとご対面ですね。SAP 面倒なんだよな。本艦の角度あまりよろしくないですね。5000ほどもらったわよ。踊れなめ腐って大阪湾に沈めたのか。マリサのトレントへのヘイトが尋常じゃない件について、というか大阪湾に沈めないといけない要素どこにあるんですか。あ、すまんすまん、興奮して思ってもないこと言っちまったぜ。マリサが興奮、ジューリって、なんか魚雷当たって敵直感撃沈したんですけど、どやー。あら、おめでとう。喜びたい気持ちはわかるが急に発狂するのやめろ。フリーカメラ視点で上空から東側の様子を見てますが、私たち以外にも魚雷を多数流している味方がいたおかげで、ここら一帯の海が、魚雷スープになってました。よくここまで連携して魚雷流せたもんだ。島風の15射線魚雷以上の数で、かつ新と魚雷も混ざってるわね。こりゃもう敵からしたら地獄絵図以上の何者でもないな。さすがはロシアサバ、恐ろしいにゃん。というわけで東側の敵の主力は壊滅状態になったので、進路を敵陣に向けつつ、敵が見え次第砲撃していきましょう。アイマム。あの魚雷は、ドカーン。あれは避けて欲しかったけど仕方ないわね。と敵サラガットを発見よ。よしじゃあ撃ってくぜ。4発命中、いい調子よ。SAP とは違ってめちゃ大きいダメージでないのな。まあその分 HE は火災やモジュールの破壊がはかどります。あのハラガット、味方からの砲撃で一瞬で削られたわね。これはもう逃さないんだぜ。微妙に残ったわね。装填もうちょっと早ければいいんだけどな。一応艦長スキルでアドレナリンついてるので、多少は速くなってますが、アタゴは道順の中では装填遅い部類ですからね。アタゴもトイタカオが装填速度ワーストなんじゃないか？いえ、フルタカの初期砲が確か装填22秒だったので。ああ、そういえばフルタカはそんくらいだったわね。まああんな初期砲なんてフリーで飛ばすだろ。それね。どうやら右舷方向から魚雷来てるわね。無線探知の方向からしても近くにカゲロウが潜んでるとみていいわ。
まともなニック乗りならわざわざ自分から姿見せないはずなので、無線探知の方向に気をつけつつ、敵空母に攻撃していきましょうか。あ、ちなみに無線探知ってのはこの子の形をしたもので、時間に一番近い敵艦の方向を指し示すものになってるわ。艦長スキルのポイントは4つ必要ですが、前線春艦艇にとっては、持ってると重宝する場面が多いスキルとなっています。この敵空母は隠蔽に入る前に沈められそうだぜ。そうしましたらこの間に次どう動くかを考えますか。マップ見ると西側の敵が前進し、味方陣地のすぐそばまで来ているわね。そしたら味方陣地の防衛に行きます。そうですね、それでは進路を北に向けましょう。アイマム。いや、このまま敵陣の占領でもいいんじゃないか。近くに見える敵艦はほとんどいないわけだし。そうしたいのは山々ですが、空襲と雷撃で苦しめられそうなので、ここは思い切って自陣まで戻りましょう。もし私たちが強い対空トレーダー、煙幕なんかもあれば占領してもよかったわね。それもそうか。と、そろそろ敵の艦艇と車線が通りますね。砲撃の方、お願いします。アイマム、撃てー。そういえば敵のタブのところについてる数字みたいなのはなんだ。あー、それは勝率と強さみたいなのを表してるものですね。そんなに役に立ちませんか。めちゃ高い相手には気をつけるといいです。ちなみに坊主は戦績見れるもの入れると引退が近づくっていう法則が成り立っているような気がするので、誰かこれ証明してください。他人任せやめろ。まあ私たちは1対1みたいな状況でいち早く相手の実力を知るために投入したんですけどね。味方と敵の戦績一覧確認するようになったら引退はカウントダウン。運営の人に見られてるかも、だから引退というワードを連発するのやめろ。って考えると実際坊主はコープとなりを回すのが一番平和な気がする。まあ私たちが言ったら一瞬で飽きると思うがな。マリサちゃん、飽きるなんて言っちゃダメだよ。大阪湾に沈めたのか。なんか今日のマリサ怒りっぽくない？大丈夫？すまん、おじさん構文を聞くと体の全細胞が拒絶反応を起こすんだ。それ重症じゃないの。ですね、そろそろ実況に戻りましょうか。おう、今は敵の巡洋艦2隻の相手をしているとこだな。まあ敵の巡洋艦は味方の方撃ってるんだけどね。それではその味方が撃沈されないよう最大限の火力支援しましょう。アイマム。安定と信頼のジャズタイムなのな。この高尾は赤色がめちゃくちゃ綺麗よね。とここで味方巡洋艦が敵を入れんの撃沈ね。ただその味方巡洋艦はテルピッツにやられたっぽいけど、艦艇数は4対4で拮抗してますね。これほんじゃうちのサークル内にいる敵高尾に向けて撃っていくぜ。お、同型艦勝負。向こうの青色も綺麗にゃんねー。でバイタル刺さんなかったか。相手高尾はこちらにロックかけてこないわね。味方戦艦の方狙ってるのでしょうね。と、撃てー。敵高尾、味方戦艦の砲撃により撃沈よ。おう、よくやったんだぜ。ただその戦艦も高尾の残した魚雷で撃沈されてしまうのですが。残存艦艇数は同じだけどポイントは若干敵の方が上ね。それと味方の巡洋艦は戦えるだけの気力を持ってないようだわ。となるともしかしてあのテルピッツを私たちが処理しないといけない？そんなの無理にゃん。敵のテルピッツは一直線に陣地に向かってきてるので、ここはうまく隠蔽を保ちながら魚雷で攻撃していきましょう。アイマム。敵雷撃機、来るにゃん。ここは重舵取ります。魚雷、投下されたわよ。これなら新艦作動距離的に間に合うはずです。敵魚雷発、本艦への被害なし。それではテルピッツに魚雷を。アイマム、無限魚雷発射。それとこの高尾の隠蔽は 9.3km なので、サナエさんは敵テルピッツから 9.3km 以内に近づかないよう注意してください。それくらいわかってますよ。それとマリサさんは合図があるまで砲撃は控えてください。わかったぜ。完全に敵の飛行はこっち向いてるわね。おー、怖い怖い。と、そろそろ魚雷が到達するので砲撃し、こちらに注意を向けましょう。アイマム、よく狙うぜ。敵がこちらに撃ってくる前に艦を立てるようお願いします。アイマム、思うかじって爆撃してますね。これ今戦闘機出せないから貧弱な対空兵装で迎撃するにゃん。よし、魚雷一本命中。味方の雷撃機も追撃しに行ってくれてるわね。で、2本目も命中。やっぱり魚雷。いいですわ。敵爆撃機の爆弾は命中しなかったわね。と、テルピッツの方は味方がとどめを刺したわ。そして敵弾は華麗に回避です。それでは敵駆逐艦の方向へ無線方向探知を元に行きましょうか。アイマム。敵駆逐艦なかなか見えないわね。
敵の空襲がちょくちょくあるせいでこちらの位置把握しちゃってますからね。敵カメラを発見よ。で、おいおい、あの位置空母まずくないか。肉迫雷撃されちゃう。これは猛爆鎮狙っていくくらいしか方法がなさそうですね。おい、それで運みたいなもんだろ。皆さん大好きお祈りですね。お祈りすれば奇跡だって起こるかもしれません。いや、そこは奇跡は起こるって言い切れよ。逆奇跡が起きるって言い切るのはインチキなのでやめた方がいいです。んなもんわかってるから、この状況をなんとかしてくれ。ここで敵カゲロウが魚雷発射したわね。あかん。しかしですよ、しかし敵カゲロウの1射目の魚雷は全外れです。あ、これ敵カゲロウ焦りすぎたパターンだ。だけど装填ブースターでの2射目が来るわよ。これは直撃コースにゃん。なんとか飛雷を2本に抑え、敵カゲロウは全にさせました。これはウォーゲーミング神が私たちのチームに微笑んでくれたということですよ。なんかめちゃくちゃ課金進めてきそうな神様だな。さあ、あとは敵カゲロウを沈めるだけだな。敵基地艦を撃沈よ。敵空母が陣地占領を始めたけど、時間的にこちらの勝利は確実よ。ふっふう、長く苦しい戦いだったんだぜ。はい、というわけで戦闘時間が0となりポイント優勢でこちらの勝利です。ダメージは約17万、そして勲章も4つ手に入れたわね。あた、じゃなくて高尾はやっぱ強かったな。スコアは3108とかなり大きいわ。やっぱり高尾は強いからみんなも買おう。まあこれアタゴにスキン的を。はい、というわけで今回の動画は以上になります。また次の動画でお会いしましょう。